はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は今日ちなみに飲んだものアブソルートウォッカのワンショット、熟成プレミアム、あとなんだっけ、レーベンブロイ、あと俺何飲んだんだっけ。やべ、飲みすぎて意味不明になってきた。ああ。あれか。ビッグアップル。そして、ジンアップル。そして今回飲むのが、ちょっと今日飲みすぎじゃないか、マジで。今回飲むのが、ウォッカの、コーラ割りみたいなやつです。ちょっと名前忘れました。ちょっとググります。ウォッカプラスコーラ。で、カクテルが、これなんてやつだ？あれ？なんかあったはずだね。コリアンダーコーラとかそこら辺のやつ。違うな。ウォッカ、コーラ、カクテル。あれ？やべ、なんだ？俺何を作ろうとしてんだ？やべえ。あれ？なんだったっけ？え、ちょっと待って。キューバリバーやったっけ？違うな。ウォッカプラスコーラ。プラスライム。ちなみにこれ。これです。エトナのライムジュース。果汁 100% のライムジュースなんですけど、やっと手に入りました。これ値段が300円か400円ぐらいで買った記憶がある。ライムジュースで 100% ってね、なかなかないんですよ。本当に。うん。これはね、本当に良かった。あ、ルシアンコーラ。ロシアンコーラ。あ、これですね。ルシアンコーク。ルシアンコークってやつです。あぶね、見つかってよかった。ルシアンコークじゃなくて、ロシアンコールじゃなかったっけ？まあ、ルシアンコーラでもロシアンコーラでも何でもいいんだけど。ぶっちゃけた話。ロシアンコーラ。多分、ロシアンコーラでいいと。多分。うん。まあ、作り方は簡単です。もうだいぶ、氷が溶けてますけど。ウォッカを 45ml 入れて、の。氷を入れたタンブラーにウォッカを入れてコーラでアップする。そこにライムを飾る。お好みでライムを絞るとすっきり味になるよ。と書いてありますが、まあ、俺はライムジュースを使います。コーラ入れます。
はい。入れました。そして、まあ、本来ならライブを飾って絞るので、ここに、ライムを、ライムジュースを加えて、はい。ステアして完了です。うん。それじゃあ乾杯。うん。ああ。うん。なんか、ウォッカの味わいがほぼなくなった気がする。なんか、ライムの味で、ああ、でも美味しいですね。うん。結構、コーラの味とライムの味が、いい感じにマッチしてますね。そう。今回、見てくれた方。前回言ってた。唯一、世界中探して、唯一腐らない食べ物、過去飲み物。飲み物ではないんだけど。があるということを言ってましたけど、それの紹介をご紹介します。正解をご紹介します。ちょっと酔っ払で何を言ってるか全然わからないですけど。ね。こっから、見てくれた方に、ちょっと考えてみてください。うん。腐らない。唯一、腐らない、飲み物。過去液体です。飲み物というほど飲むことはないですけど、液体。うん。ね。うん。普通に考えて、人工物だと、絶対、腐ります。うん。となると、やはり人工物ではないと。え？と思うこと、思います。だってさ、普通に考えてみ、水だって腐るんだぜ。水でも腐るんですよ。普通のそこら辺の水道水。まあ、10日ぐらい置いてみたら確実に腐ります。異臭を放ってきますね。ねえ。普通に考えておかしいと思いません？なぜ腐らないか。まあ。腐る腐らないっていうと、ねえ。やっぱり、基本的に液体みたいな感じのやつは腐るっていうイメージはありますよね。なんでも。うん。なんでも結構、水分が多ければ、腐るっていうのは常識です。まあ少なくとも水分が少なければ腐らない。うん。まあ。
まあ少なくとも食品で腐るっていうのはなかなか、もう、ね、逃れられない、現実、なんですが、そこで、なんと驚くべき、腐らない、食べ物。それが、蜂蜜です。腐らない蜂蜜でググってみましょう。うん。こちらですね。恐ろしいです。蜂蜜。これですね、最近、確か蜂蜜が、ものすごく昔の蜂蜜が発掘されたという。のが、うん。ということです。答えは蜂蜜でした。3300年前のピラミッドの中から変質してない蜂蜜が発見されたという事実があるくらい、濃度の高い蜂蜜には抗菌作用があるため、賞味期限はほとんどないと言える。はぁ、3300年前ですよ。ピラミッドの中から変質してない蜂蜜が発見されたっていう事実があるらしいですね。ものすごいな。少なくも、なんていうかな。3300年ですからね。恐ろしいよね。蜂蜜には驚くべき殺菌力がある。糖分が 80% という高濃度のため、pH 3.2 から 4.9 という酸性のため、インヒビンという殺菌物質、過去熱に弱く太陽光で破壊される。なるほど。すげえな。いろいろすごいことになってる。蜂蜜って。そんなにすごかったのか。はあ。なんだ、蜂蜜ガーゼって。蜂蜜ガーゼ？でもまあ、蜂蜜ってさ、そこまで食ったことそんなにないですけど、ねえ、そんなにいいものだったのか。って感じはありますね。確かによくよく考えると蜂蜜ってほら、確か、小さい子には与えちゃいけないんだよね。あれね。
なんでなんですかね。さすが八さんですわ、と言ったとこですけど。さすが八さん作るものが違うわ、って。乳児に蜂蜜がダメな理由は？1歳未満の子供に蜂蜜を与えてはいけないということは知ってるのですが、具体的になぜダメなんでしょうか。蜂も虫ですからいろんな菌を持っています。その中でボツリヌス菌が、あ、マジかよ。ボツリヌス菌入ってんのかい。はぁ。赤ちゃんの胃はザルのように目が粗いのです。大人は詰まっていて、目が粗くありません。ボツリヌスは大きな細胞菌です。ああ、なるほどね。はあ。ボツリヌス菌か。ボツリヌス菌が入ってんのか。あら、よかったな。やっぱり乳児ボツリヌス病というのがあるらしいですね。怖え。てかどうでもいいんだけど、乳児ってこれ乳児って読むの？ウバとかって読むとか言ったら俺すごいあれなんだけど、乳児って読むの？読み方がまずわかんない。ウバ、これウバって読むの？違うな。え、ちょっと待って、これ、ウバって読む。まずいまずいまずい。確実にまずい。これもしかして読み方、ウバで合ってんの？やべえ。これ俺読み方わかんないんだけど。これ、ウバって読むの？まさかの。ずっと乳児って読んでたんだけど。今思ったら、ウバって読むのかな？いまいちよくわかんなかったんだよ。読み方がまずわかんない。読み方でググると、ウバって、これウバって読む。まさかの、危ねえ、乳児でよかった。ああよかった、完全に乳児でよかった。びっくりした。やっぱり乳児でよかったんだ。乳児でよかったんだ。ああ、よかった。
ウバとかって読むのかなと思った。ウバ車のウバで、ウバって読むのかなと思った。びっくりさせやがって。もう。まあ、あれですね。ボツリヌス病というのがあるらしいんだね。乳児ボツリヌス菌。じゃあ、ボツリヌス病というのがあるらしいんですね。怖いですね。だからこれにかかっちゃうってことですね。だから、蜂蜜はやっぱり1歳未満の人は食べないでってことですね。結局そういうことですよね。1歳未満、つまり1年以上経った人なら大丈夫なんですね。おそらく。はぁ、あ。蜂蜜はまあ、危険。ということではあるんですね。潜伏期間があるんで、3日から30日間にわたる長い長さであることも特徴の一つです。便秘が起こったり元気のなさなどが初期症状として現れ、主症状としては、自慢性の麻痺、呼吸麻痺などがあります。母乳を飲む量が減ったり、泣き声が弱くなったり、よだれの多さ、首の座りの不安定さ。うわ、怖いわ。1歳未満の赤ちゃん、乳児には蜂蜜を与えないということが大事です。もうまずここですね。通常1歳を超えると正常な大腸菌が形成されるため、乳児ボツリヌス病の、症の発症の心配はありません。らしいです。なるほどな。まあ、全く関係ない話になりますよね。なんかすっごいなんか、どうでもいい話、つーほどどうでもいいは、どうでもいいんですけどね。まあ、さらにどうでもいいことを言うと、今現在おしっこがすっごいしたいです。ちょっとおしっこ行ってきます。あー、ちょっと待って。めっちゃおしっこしたい。ちょっとこれ持ってこう。冷蔵庫に入れてこよう。めちゃくちゃおしっこしたい。よいしょ。
いや、参ったな。どうでもいいんですけど、疲れた。飲酒動画で、初めて、途中でおしっこ行ったわ。ちょっと待って。ロシアンコークだね。ロシアンコーク。皆さん、ということで、1歳未満の、つまり、生まれてから1年以内の人は、お子さんには、蜂蜜は絶対与えないでください。ということです。OK? また一つ勉強になりましたね。ロシアン航空に関しては四つ星。です。はい。それではご視聴ありがとうございました。